こんばんは、ジャンチーです。いつもありがとうございます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。コメントもいつも本当たくさんありがとうございます。こちらの動画にもね、ぜひ最速でたくさんコメントいただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。シャス。というわけで、前回ハウモのヒードランを無事ゲットしたわけですが、その時にバック君と二人行動だったんですけど、なんか最近二人行動多いなと思って思い出したんですけど、一番最初の二人行動ってモミさん、あの白帯の森でモミさんと二人行動だったと思うんですが、その時なんか森の洋館がうんちゃらこんちゃらって言ってたような気がするのを思い出したんで、ちょっとそれ行きたいと思います。白帯の森か、レッツゴー。白帯の森はここだ。あ、これかな。なんかここになんか家っぽいのありますね。とりあえずじゃあまず白帯して行ってみるか。というわけで白帯してやってきました。森の妖怪へ向かいます。懐かしいな、ここか。妖怪どこにあるんだろう。あ、ここ。しゃ、そういえばここ、これがあったから通れなかったんだ。まだよっ。いや、あなたもここの上先になってるの。あれ、ナタネさん、あのジムリーダーの人じゃない。ナタネさん、あの後ろ姿普通の人で気づかなかったけど。森の妖怪のお化けポケモン、怪しい人影を見るって。どれなしもちらほら耳にするしね。私が調べればいいんだけど、中に入るのは、ほら私ジムリーダーっていろいろあるからね。いろいろあるからお化けが怖いとかじゃなくってね。これ完全にビビってません？これナタネさんビビってますね。私だって行きたくないんですよ、ホラー系全然無理なんだから。じゃあ調査の方よろしくね。うわー、くそー、絶対ビビってるぜ。へえ、なんか嫌だなー。行きますか。おお、ドロドロしいけど、なんかここに発見。こういうのはちゃっかりもらってください。お、ペーペーエイドだ。え、なんかこれでもすごい、なんかめっちゃぼやけてるし。あ、つる？ツタがやりますね。ところどころおどろおどろしい感じがします。行ってみますか。失礼します。ゴーストさんいらっしゃいますか。はあ、おお、音楽も怖い。これ夜にやるもんじゃねえな。あれ、だいたいこういうおどろおどろしいとこにあるカラカラの像がみたいなのがあるぞ。これ、あ、これもジムリーダーの。え、何度かこちらを睨んでいる、そんな気がする。おい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 、とりあえず行ってみよう。え、ふん、なんかお食事をされたけど誰かが何かをこぼしてしまった跡がある。あれ、あ、ポケモンいるんだ。おお、まあいると思いましたよ、ゴースちゃん。なんか音がする。ちょっと一発ダウチングしとくか。なんかお宝ありそうだよね、ここ。まあここはない。いやー、でもここはちょっとね、ダウジングナーとして勘を研ぎ澄ましていかないといけない。こっち側に行ってみましょう。お、キッチンだ。怪しい。ゴミ箱チェック、ゴミ箱チェック。おー、特徴。おー、あった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 、あ、初めて会った、ゴミ漁って。やった。なんかここに書いてある気がするぞ。ない。これ冷蔵庫の中に何か入ったりとか。ない。でも6人お客さんがいたってことですよね。お皿は6つですから。なるほど。じゃあちょっと別の部屋行ってみるか。上行ってみるか。じゃあ、じゃあこっから。あ、不自然になんかある。これなんだろう。あ、森の羊羹を見つけた。まさかの、これは羊羹なのか。あ、森の羊羹、隠れた名物ポケモン一匹状態の全てを回復する。ここにダジャレをぶち込んでくるとは。何もない。あ、ポケモン雑誌が並んでる。ポケモンの友、ポケモン手帳、かわいいポケモン。ここの持ち主だった人の雑誌だったんですかね。じゃあここは誰かがここに羊羹を落としていったってことなんですかね。謎は深まるばかり。ちょっともう一つの部屋行きたいと思います。あ、なんか絵がある。あ、ない。反対側から行ってみようか。ちょ、ここ行ってみよう。ふう。いや、なんか怪しいな、ここ。まず
なるほど。ゴミ箱チェック。隠し扉とかあるんじゃないの、ここ。チェック。ムー何もない。本当ですか。窓ない。窓ない。ふむ、じゃあ行く。じゃあこっち。ん？あ、またなんか部屋がいっぱいある。ん？じゃあこっちから攻めてみよう。わかんなくなっちゃうから。あ、なんかある。コアモテプレート。なんだこれ。シリーズじゃない？ほら、裏側シリーズ。生まれてくるポケモン、プレートの力分け与えられる。ジャンチーはコアモテプレートをしまった。なんだったんだ。生まれてくるポケモン力を分け与えてくれるってこと？これなんか集めたらプレートなんか一つの意味なのかな？いろいろあったけど。ちょっとこっちから。おぉ、あ、テレビ、壊れたテレビがあるな、これ。アナログなテレビだ。で、ゴミ箱は？ない。窓も？ない。ダウジングも一回してみるか。うん、じゃあここもまあ何もない部屋なのかな。次行ってみようか。あ、ベッドがある。ここは休めない。ゴミ箱チェック。空っぽ。窓。雑誌見てみよう。雑誌、絵本が揃ってる。子供部屋だったのかな、ここは。でも何もないですね。じゃあちょっと撮ってますか。はあ、はあ、なんか絵がある。あれ光ってない。なんで、なんで、びっくりした。なんで、なんで近づくと消えるの。見られてる、誰かに。はあ、なんで、え、怖っ。ちびっこ大丈夫やってて。こっから早く出たいから何もないことを祈る。うちない。何もない。出よう。何も。おー、ここはなんかある部屋だ。あ、身代わりを、ここで身代わりが。なるほど、なるほど。センキュー、ここ身代わり部屋。まあでもこれで一応全部かな、部屋。ジャンチー的にはさっきのあのメピカの絵が怪しいかなと思ったけど、部屋はこれで終わり。あ、じゃああのテレビも一応見とくか。テレビの絵だからっけ。もうさっき近づいた時別に何も起きなかったけど。あ、いける。え？テレビの中に何かポケモンがいるみたい。いや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 、いるならさっきのメピカでしょ。いやいや、テレビを叩けば出てきたと思いますか？じゃあ、はい、ぶっ壊す。あらー、なんだなんだなんだ。おー、何が出てくる。何が出てくるんだろう。ゴーストタイプ？ゲンガーとか？あ、ロトムだー元気いっぱいのピチピチロトムだ。ロトム？ここでロトム？水電気？あ、普通のも、普通のロトムか。じゃあ電池入るか。あ、効果がない。あ、でもダメだ。あ、やっぱ電気ロトムだ。こっち側からあまりロトム見ないから分かんなくなってきちゃった。あ、ちょっと始めちゃった。あ、かっちゃった、かっちゃった、かっちゃった。テレビをお家にしてたってこと？まあ、とりあえず投げるか。多分投げれば捕まえられるはず。さすがにこのレベルだから。マジかよ、びっくりした。なんか、こんなに怖い洋館だから、もっとおどろおどろしいサマヨールとか出てくるのかと思ったけど、こんな可愛いルトムちゃんが出てくるとは。ああ、びっくりした。いや、もうちょいだな。うん、うん、きたー、ルトムちゃんゲット。ていうか、この時代にもルトムがいっぱいいるってことだな。そしたら、やった。森の洋館にいたロトムちゃんは私が連れて帰ってよしよしするとしましょう。ロトムのデータ、あれ、ロトムなんだったっけ。でもこれあれじゃない、テレビじゃない。なんかだっていろいろ冷蔵庫とかテレビ、ウォッシュロトムとかいろいろあるじゃん。テレビロトム、プラズマポケモン、
ロトムの姿、プラズマでできた体を持つ電化製品に潜り込み悪さをすることで知られている。あ、電気ゴーストなんだ。プラズマロトム、奥が深いですね。あ、だからここにいたんだ。おや、何かが落ちている。あれ、秘密の鍵を手に入れた。まだ、え、なんかあるというのか。決まった場所で使うことで特殊な電気信号を出して扉開けるハイテクな鍵、ロトムみたいな形してんな。え、じゃあこれまだこの鍵が使える扉があるってことだ。どこだ。というわけで一旦トバリシティに行きました。ここは銀河トバリビエル、夢は宇宙へ。さっきの秘密の鍵なんですけど、電子信号があるところで反応して使えるみたいなことが書いてあったので、となるとこの研究室的なところなんじゃないのかなと思ってやってきました。あとはコメントでも教えていただいたんですけど、赤木さんのパソコンになんかアクセスできるみたいなのを教えてもらったので、ちょっとそれ回収がてら鍵開きそうなとこあったら開けていきたいと思います。どうなってるんだろう今。あ、普通になんか営業してるわ。あれ、あなたもしかしてサタン。サタンだ。サタン、お前か。聞いたぞ、槍の柱でのこと。ボスの本当の望みが一体どんなことだったのか私には分からない。あの人の自信にあふれ、倫理的な言葉の数々は人の心をとろけさせた、とろけさせた。もっと、もっとも私、あの人がどんな世界を生み出すのか知りたくて自ら騙されたのだかな。さて、アジトを預かる者として残された銀河団どうするか。何事もやりすぎは良くない、それ教えられたからな。サタン、土曜日。じゃあどっか行っちゃったってこと。赤木さんは、下っ端いらっしゃいませ、こちら銀河団アジトではなく銀河とばりビル受付です。とりあえず今は何の予定もございません。じゃあ遠慮なく探索しますか。我々銀河団、奪えるものすべて奪う、いらないものすべて捨てる、それが銀河団のポリシーだったけど何もできなかった。何もなくなったよ。なんか私が原因というね、ちょっと複雑な。ここで銀河団は何をしたらいいんだろうな。ただ最初の理想、素敵な世界のために頑張り続けるけどね。なんかみんな社長いなくなってどうしたらいいか分かんなくなってるじゃん完全に。あなたは大丈夫ですか。それにしてもボスはどこに消えてしまったのかしら。いや、ほんと気になりますよね。お、ここじゃなかったっけ、赤木さんいたところ。ここっていうことは、これがあの噂のパソコンのことですか。アクセスしてみますか。銀河団レポート、あった、レポートだ。どのレポートを見ますか。あ、選べる。お、上から見か、宇宙の始まり。宇宙の始まりは大爆発からスーパーノヴァだ。大昔の神王も何かしらの爆発により生まれたと推測する。もちろんそれはポケモンの力であり、神と言われ伝えられる電神話のポケモンであろう。神を捕まえるのでなく神の力を手に入れる。画面の中の文章はここで途切れている。赤木さんのレポート、神話のポケモン、神話のポケモン、神を生み出したとされるその伝説の力、ボールで捕らえられたところでポケモンの力は自在に発揮できない。うん、だが赤い鎖を持てば神話のポケモンをつなぎ止め自在に操れる。画面の中の文章はここで途切れている。これで、これあれだよね、パルキアの時にあーって赤い鎖出して、でもぶっちぎられたやつだよね。赤い鎖、3つの湖のポケモンと天眼山のポケモンはどこかと結びついている。3匹のポケモンを捕らえることで天眼山のポケモンを抑えていた力は消える。さらに湖のポケモンたちから結晶を取り出し、それで赤い鎖を作れば神話のポケモンさらに呼び出し思いのままに操れるだろうと。これはだからのピコの者たちをさらって作らせたやつでしょ。なるほどね。まあ一応ここに全部説明があったってことか。でもなんか秘密の鍵があるってことは隠し部屋とかねえのかな。だいたいこう社長の部屋にはなんか怪しいもんがあるはずだぜ。あ、金玉だー、能力金玉、お金玉。うわー、やっぱり社長は違うぜ。やっぱり隠してると思ったぜ。こっちの部屋はちょっと場所変えるか。あ、ここピコの者たちが、ここ怪しいんじゃない。こことかめっちゃ怪しいんだけど。電子信号出まくりじゃないこれ。ほら、こことか怪しい。はっ、これ入ってみる。これは、あ、早く行かなくちゃ、助けるときね。
これは怪しい機関。ここにもなんかあるのかな。なさそうだな。というわけで白帯シティに戻ってきました。ちょっと秘密の鍵を使う場所なんですが、こればっかりでですね、ちょっと本当に見当がつかず、いろいろ考えたんですが難しそうとのことでちょっとだけ調べました。どうやら白帯銀河ビルの1階に秘密の扉があるらしいという情報をですねちょっと得たので、実際に行ってみたいと思います。ここだ。よし、切ってくぜ。よし、そういえばここどうなってんだろうね。失礼します。ここのどっかにあるってこと？ここ1階だよな。いや、隠し扉ってワクワクするぜ。どうなってるんだろう。壁を攻める。まずこれ壁にあるから、大体壁を攻める。いやここ怪しいな。わあ、いたー隠し扉だー。よし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 、さあどんな秘密があるんですかね。ジャッジが全て暴いておきましょう。おお、重厚、秘密の部屋の入り口だ。なんだなんだ、え、入っていいのこれ。おお、いや本当はなんかね、これ押せたりするんじゃないのかなと思ったんですよ。ちょっと全然普通にやったわ。レッツゴー。え、めっちゃ、ここは何、ちょっとこれ、まずこれチェック。いつ書かれたのかも定かでの怪しげなノートが置いてある。誰かが使っていた部屋ってことだよね。とある場所で偶然特殊なモーターに出入りするポケモンロトムの情報などを入手した。ロトムは様々な家電に入り込みフォルムチェンジを果たす。姿を変えたロトムは入り込んだ家電の性質をその身に映し出し、タイプや覚える技などフォルムごとに異なることを確認した。いずれ詳しく研究して私の手柄とするため、ロトムに関係する一切合説を隠しておく。天才科学者プル。あ、たましてだ。プル。プルという名の天才学者がいるのか。隠し部屋ということだな。分かっちゃったぞ、これ。これ絶対、これあれでしょ、ロトムゾーンでしょ、ここ絶対に。ここ絶対ロトムゾーンでしょ。ちょっとこっちから、行ってみる。なんかこれ絶対ロトムだと思うんだけど。ちょっと行ってみるか。不思議な形のモーターのついた電子レンジが置かれている。あれ？あ、それだけ？あ、なんかちょっとぶったたいたら出てくるのかもって期待しちゃった。いやー、怪しいぞ。まだ何かあるはずだ。探せ。絶対にここにロトムがいるんだ。どっかにまた扉があるんじゃないか、これ。さらなる奥に扉が。いや、待てよ。もうロトムはいるんだよ、すでに。これ、あ、ロトムを手持ちに入れて、この、家電たちに入れたらフォルムチェンジするってこと？じゃあ、こっちから。不思議な形のモーター電子レンジ。おや？ロトムがモーターの中に入ってそうにしている。そういうこと？入れてあげますか？共有。これ入れていいの？入れてみるか。いいよ。かわいい。オーバーヒート覚えて、あ、なるほどね。そういうこと？あ、ロトムのカタログ手に入れた。あ、あれ？びっくりした。お、お前か。まさか？ここの部屋の持ち主？こんなところでもポケモン探してるとは熱心だな。私か？白帯には知り合いの博士が時々やってきてな、面白いポケモンの噂色を聞かせてくれるのだよ。電化製品の中に入り込むポケモンか。私が聞いた話とは少し違うようだな。私がしているのはこんな話だ。昔、おもちゃのロボットに入り込んだままのポケモンがいてな、それを新しいポケモンとして認めるかどうか、議論が始まろうとしたが、肝心のロボットポケモンはいなくなったと言うんだ。それだけ？なるほど。今、博士が言っていた、姿を消したポケモンがあの白帯の森に、白帯の洋館にいた、ゴーストロトムちゃんだったんだ。確かに本とかありましたもんな、あそこで。いや、なるほど。あ、ヒートロトムになってる。なるほどね。こうやってロトムは進化していったんですね。でも最新作だとロトムも図鑑に載ってるし、スマホとか自転車とかにいろいろされてましたけどね。